さあ、こんにちは。こんにちは。すみません、初めて見させていただきましたけども。ですね、とりあえずですね、今回、川尻月間の、まあ、その川尻月間で行われる時の、まあ、してもらうっていう、そのコンサートということで、その今回、意気込みをですね、少し良ければお話聞かせてもらえればと思うんですけれども、今回どうでしょう、川尻月間っていう、その川尻月間、そもそも知ってる人。パンフレット見せて。うん、そうですね。で、まあ、その川尻のところで、まあ、そのいろんなこう伝統工芸とかを中心にされる中で、そういったもう場を盛り上げるっていう形でこうやって参加されると思うんですけども、今回ちょっと聞きたかったんですけど、英語で今回初め劇の方から入られて、はい、まあ、その後に、まあ、コンサートっていう形で流れてますけど、そもそも英語を選択されたのっていうのは何かきっかけがございますか？本当はエナコロジーに出るはずだったけど、はい、できなかったから。でも元は英語で、うん、海外の人に、なんていうのかな、英語を伝えるために、英語で直接海外の人に伝えたかったから。ああ、なるほど。すごいすごいなと思って、ちょっと初めて見てて、僕らの時は小学校の時に英語って習ってなかった世代なんで、こう改めて見て、ああすごいなっていうのがちょっとあったんですけど、あ、皆さんじゃあそうやって英語を話すの楽しいですか？うん、はい。でその後にですね、そもそもその環境っていうものをテーマにされてましたけども、その環境っていうものに対して皆さんそれぞれどんな感じで考えてらっしゃいますか？よかったらじゃあ赤いのも。どんな感じ？うん、なんかその環境っていうのは多分すごく大きいテーマだと思うんですよね。で今回その生活に伴ったところで、まあ寸劇の方されてるんですけど、普段生活してて環境っていう、そんなに考えてることなんですか？はい。やっぱ今環境が悪くなっているから、うん、やっぱり良くしていきたいから、やってます。はい。なんだ、ならそちらの真ん中の女の子。今やることで未来が変わるなら今やってた方が、今身近なところからやってた方がいいかなと思って。ああ、